神戸市の美術館で社会へのメッセージを込めた作品を集めた特別展が開かれています。軍艦島と呼ばれた長崎県端島、最も多い時で5000人が生活した炭鉱の町です。描いたのは朝日新聞社の編集員として挿絵などを担当していた古谷慎さんです。一方、キリスト教をモチーフにした作品を多く残した田中忠雄さんは、美しい絵画の中に拝金主義の社会を批判したメッセージを込めました。神戸市東灘区の神戸ゆかりの美術館で開かれている特別展、絵画と社会。それぞれの画家が生きた当時の社会を色濃く反映しながら、時に批判し時に風刺した作品など、初出展の20点を含む65点が並びます。肉屋の場面を描いているけれども、殺戮の場っていう、やっぱりその戦争の記憶を思い起こさせるような社会性を意識した作品が多いなというふうに思いますので、生きた作家たちの道筋っていうのをそれぞれ絵と一緒に辿ってほしいなと思います。この特別展は6月2日まで開かれています。